インソハートは福岡市を中心に活動している現役市が組んでいる音楽ユニット。医療で体を治すだけではなく音楽を通して心まで癒したいという思いから2015年1月より活動を開始。ユニット名の由来はインサイドユーハートにアメリカ合衆国ニューヨークマンハッタンにある教会でおばあちゃんの残し物の英語バージョンを披露。 同年11月より公開の映画、命スケッチの主題歌として、デビュー作の瞳の中のあなたが起用された。また、SNS にも積極的に取り組み、週末は生でインスハートと題した、LINE ライブを開催している。ありがとうございます。